日本もターゲットとなっている米国による為替操作国の認定、海外へ拠点を移している日本企業が多い中で、どれほどの効果があるのか、トランプ大統領なら計算できないかも。毎日経済の記事からです。米国ドナルド・トランプ行政府の初めての為替レート操作国指定が迫る中、中国より台湾と韓国を指定する可能性が高いという指摘が再度提起されました。そんなに怯えないの？そんなに慌てないの？ちょっと可能性が高くなったぐらいでさ、何をビビっているのでしょうか。香港のあるメディアによれば、米国財務部から来月15日頃に出される為替レート報告書で、中国と韓国、台湾を為替レート操作国指定するのか関心を集中しています。なんでもありませんよ。単なる関心です。関心が集まっているだけで、韓国経済が暗くなる。米国財務部は為替レート報告書を通じて、対米貿易黒字が200億ドル以上で、経常収支黒字が GDP の 3% 以上であり、自国通貨価値上昇を防ぐために一方向で外国為替市場介入を反復的に断行するなど、3つの要件を満たす国家を為替レート操作国に指定します。2016年の日本と韓国の貿易統計は、日本対米黒字 6.8 兆円、経常収支17兆円、 GDP 504兆円、韓国対米黒字 2.5 兆円、経常収支10兆円、 GDP 160兆円。日本も韓国も第一条件をクリアしていますが、第二条件の経常収支黒字では残念なことに日本脱落。日本の大和証券は報告書で、中国よりは韓国と台湾が為替レート操作国に近いとし、中国は最初の要件を、韓国は最初と2番目の要件を、台湾は2番目と3番目の要件を満たすと指摘しました。韓国と台湾なのか、台湾だけなのか、韓国だけなのか、4月中旬判明。地政学的にも韓国と台湾は米国の友好に分類されることから、さらに脆弱だとアナリストらは付け加えました。彼らは韓国と台湾はすでに為替レート操作国指定を憂慮し、今年に入って米国ドル貨幣対応価値切り上げを容認したとし、韓国ウォンと台湾ドルの価値は今年ずっと上昇の勢いを継続するだろうと見通しました。現在の為替は日本と韓国が拮抗。そのような中で、時々ですが韓国ウォンの価値が上昇してウォン高。今現在は無駄な抵抗を控えている韓国でした。以上、イージスがお送りしました。それではまたお会いしましょう。